はい、どうも皆さんこんにちは、中小企業診断士独学合格への道開催中の新井です。今日はですね、中小企業診断士一次試験完全独学合格マニュアルということでですね、私のですねこの新井チューブをうまく活用して一次試験に、合格するために最短の方法を、指南する、ことをやってみようと思います。っていうのがですね、アライチューブで結構、まあ過去にいろいろ動画を撮ってまして、何回もですね、同じこと言ってたりとか、あるいはご質問でですね、過去の動画で、話していることを、まあ繰り返し質問されるというようなことがあったので、まあね、動画なんでね、埋もれちゃってるんだろうなと思うんですよ。なんで、まあこの動画を特に見てくださいねっていうのを、まあ作れば、視聴者の方もですね、より、まあ、アライチューブの活用がしやすいのかなと思いましてですね、私なりにですね、まあ、この動画をこの順番で、見ていただければ、まあ、効率的なんじゃないかなというのをまとめましたんで、ご覧いただければと思います。まあ、ここに書きましたけどですね、やっぱり動画の、順番とか、そういうのも自分で考えるのって結構手間じゃないですか。で、結構そういうマネジメントっていうかですね、勉強スケジュールとかをですね、考えること自体も、時間の浪費というかですね、効率化できるところだと思うので、そこのお手伝いもさせていただこうかなということでですね、まあ、今回はアライチューブなんですけど、他の YouTube でもいいと思うんですけど、私のこの動画をどういうふうに活用したらいいのかなっていうのを、まあ、私の視点でお伝えさせていただくというような内容になっておりますね。最短でって書いてあるんですけどね。やっぱりこの、時間はね、有限ですから、時間もね、無限にあるわけじゃないと思うんでね。いかに効率化するかというのが大事なのかなと思ってます。はい。というわけで、まずはじめにこちらの4つに分類されますということで、この順番で、この動画の私のですね、過去の解説動画をですね、紹介していこうと思います。まず一つ目がですね、マインド強化ということで参考記があります。概要欄にすべてですね、この動画のタイトルの URL を貼ってますので、まあその順番に本当にやっていっていただければいいのかなっていう感じですね。まず一つ目が、まずね、名前通りマインドを養うっていうところで、このね、マインドがやっぱり一番大事なんですよ。何よりもね。どういう風な心構えでやるかどうかっていうので、大きく変わってきます。私がね、ちょっと思ったのがですね、なんかこの人受かりそうだなっていう人と、なんか受かんなそうだなっていう人がいて、受かりそうだなっていう人が、本当に受かってるんですよ。だからなんかあるんですよ、多分。その、見た目っていうか雰囲気っていうかですね、よくわかんない。言語化しづらいんですけど、なんか受かりそうだなって思った人って本当受かるんですよね。そこの違いって何なんだろうなって考えた時に、やっぱ、マインドなんですよ。その人の心構えです。その物事に臨むにあたっての心構えですね。スポーツとかもそうだしね。対人関係もそうじゃないですか。なんか滲み出ちゃうみたいなってある意味いますよね。人のことを例えば見下してる人とかがいるとするじゃないですか。その人の言葉の中に節々にそういう言葉が出てきてたりとか、スポーツもですね、絶対に勝つと思って打ってるショットと、別に負けてもいいやって思う、その、ショットであればですね、勝とうと思って打つショットの方がですね、何かこう、相手に刺さるというか、ポイントに繋がりやすいというのがありましてですね、これは勉強にも言えるのかなということで、まずはマインドを強化してください。で、そこでですね、なんか受かるモードに入るってのが大事なんですよね。なんか、受かるモードに自分を持っていけるかどうかが多分最大なので、そのマインドの培い方っていう意味でこの動画をまず見てもらうのがいいのかなと。思考は現実化するっていう本がありまして、それは何かっていうとですね、嘘でも繰り返し言い続けると、それが本当になるみたいな内容なんですよ。自分の信念とかが、育っていってですね、例えば成功するみたいなずっと言ってると、本当にその成功する方に引っ張られていくというのがあるので、それに近い形でですね、このマインドをまず養うのが大事かなと思ってます。あとはメリットはこれだっていうね、これもマインドというよりかはですね、まあその実際にとってどういういいことが待ってるのかっていうので、結構そのメリットが明確化されてると頑張れるんですよ。
それを取って何かいいことあるのって言われた時に答えらんないとやっぱりどうしても身が入んないと思うんですよね。それはまあみんなそうなんですよ。なんで、そうならないようにですね、メリットをまず自分の中に染み込ませてください。で、これら二つはリピート推奨になります。で、三つ目がですね、有名人を調べてみたっていうのは、これはまあ、時間があればなんですけど、こういうふうに活躍している人がいるんだなと、こう、実際にね、その、人間の形で、見ることによって、なんとなくイメージが湧きやすくなってくるのかと思いましたので、あとはまあ、普通にね、趣味的な感じで息抜きでね、見てもらうのもいいのかなと思います。ということで、こちらがまずマインド強化で、あります。そして そしてもう一個のね、一番目です。合格者インタビューがありましてですね、私の勉強カフェの合格者、実際の方からのね、貴重なノウハウ、語っていただいてますんで、これも見ていただくのがいいのかなと思います。私のね、ちょっと紹介になっちゃいますけど、勉強カフェっていうのを大阪でやってましてですね、そこに実際に通ってた人がね、受かった時に、まあ、使った参考書とか、モチベーションの高め方とかですね、習慣化の方法とか、まあ、そういうのをですね、語っていただいてますので、本当に、ためになるリアルな話なので、見ていただくと多いのじゃないかなと思います。これもね、別にお金もかかんないですから、こちらに関しては、本当に、見てもらう価値が高いと思ってます。はい。そして2番目がですね、合格までのロードマップの描き方ということで、まずですね、この勉強法っていうのを私がですね、まとめてますので、まずこれを見てください。前編後編に分かれてます。で、その次にですね、参考書、このようなものを使いましたっていうのを、これをまとめてます。やっぱり参考書をね、何使うのかなっていうのが、まず最初ね、何にも分かんない状態だと思うんですよ。誰かね、知り合いがいればいいですけど、知り合いがいない人とかはね、特に何がいいのかなって思うと思うんですよね。私も独学で始めたので、情報っていう意味では全く白紙の状態だったんですよ。予備校も通ってないんで。で、まあ私の、でもね、ただありがたいことに、勉強カフェには診断士目指している人がたくさんいたということで、まあそれが本当にありがたかったんですよ。第一次情報という、まあ人から得られる情報っていうのはね、やっぱり一番リアルな、なんていうんですかね、教科書とかには載ってないような温度感でね、聞けるんで、そういう意味で私の言葉でね、発せられたものは、伝わりやすいのかなと思いますんで、こういった参考書もですね、ぜひ見てみてください。まあ、これじゃなきゃダメってわけじゃないんですけど、とりあえずこれで私は少なくとも結果が出ましたという事実がありますんでね。はい。で、あとはそれ以外の、まあ、アイテムとかですね。何気に、まあ、結構これも重要なのかなと。どういうアイテムを使うのかとか、ね、試験当日のこととかもね、考えながら、想定しながらですね、アイテムを選んでいくのがいいのかなというのがあります。で、その後にですね、半年前から直前期までのスケジュール勉強法。これも、私の中でですね、大きかったものをピックアップしてやってますんで、まあ、見ていただいて損はないのかなというところですね。で、こうやってですね、ロードマップですね、自分の中での合格までの道筋をですね、鮮明にこう描いていただくことによってですね、あとはそのレールに従って、あとは勉強するだけと、そういうモードに入ってもらうのが一番いいのかなと思いますんでね。はい。これは見てください。で、続いてですね、実際の参考書の使い方ということで、これもね、私はあんまり多くの参考書を使ったわけじゃないんですよ。本当にもうここに載っているものだけでですね、いけましたんでね。あんまりですね、変に手を出してね、浮気心でね、あっちの方がいいんじゃないかなとかね、思わなくていいんです。本当にもうこれって決めたらそれをね、信じてやってください。実際にそれで成果が出てる人もいますし、あんまりですね、変わんないと思います。そんな、問題集とか。うん、で、一番ね、やってる、なんていう人が多いというか、人気のものを選ぶね、間違いはないわけですよ。ここに関してはね。うん、なので、私が出してるのは本当にメジャーなやつなんで、これはね、見ていただければいいのかなと思います。はい。で、あとですね、詳しくですね、科目ごとに解説してますので、こちらもですね、補足的な形で、まあ、見ていただくとより、科目ごとの、まあ、モチベーションとかですね、やり方が、わかるんじゃないかなということで、私のやり方ですから、あくまで、正解でも何でもないんですけども、まあ、参考になるんじゃないかなというところです。私もね、本当に、
たまたまね、運よく受かっただけなので、そんなに、皆さんと変わることはないと思うんですよ。だから、ね、こんなね、ちょっとキャッチな感じで20点アップさせたとか言ってるんですけど、実際はね、本当に私のやり方が良かったのかって言われるとね、どうかわかんないですよ。でもまあ、一つの情報としてね、知っておく分にはまあ、いいのかなという、形でね。私もだって、知りたかったですもん。受かった人が何やってたのかって。うん。で、なかなかそういう情報ないんですよね。まあ、ブログとかになってたりとか、まあ、検索してね、やんなきゃいけなかったんで。で、私はそういう、なんかちょっとこの情報不足のところでね、少しでも役に立てればいいのかなと思ってですね、こうやってやってますんで。うん。コメントとかにね、質問とかいただければね、可能な限り返しますのでね、まあ、気軽に、ちょっとその、合格した人に聞けるみたいな、YouTube があると思っていただければ、いいのかなと思います。はい。最後にですね、追い込み時期として、他の人に差をつける小話っていうのを、まあ、アップしてますんで、こちらもまあ、見ていただいて、まあ、これは別に最初から見てもいいんですけど、まあ、特に追い込み時期に、見てもらうとより効果が高いのかなというのがあります。で、あとはですね、試験当日に、気をつけるということだということで、まあ、直前期のね、追い込みもすごく大事なんで、ここで結構何点かアップするケースが多いと思うんですよ。共通テストとか言ってね、高校生もやってるじゃないですか。あれもね、結局最後の1ヶ月ぐらいで結構、スプーンと上がるケースが多いんですよね。なので、診断士も同じだと思います。この追い込みの時ね、いかにこう集中できるかっていうのがあるんで、見てみてください。はい、というわけで、一応、以上がですね、この、YouTube、アライチューブを使った、最短での受かり方のマニュアルでございます。はい。一応ですね、このままやってもらえれば、かなり実力がついてですね、あとはもうカリカリ小勉強するだけというふうになりますんで、うん。ちょっとね、順番を意識しながら、まあ、参考にしてみていただければいいなと思います。はい。こんな感じですね、診断士の勉強方法だったりね、内容のことについても、このチャンネルではね、アップしていきますんで、もしですね、診断士目指して合格したいと思う方はですね、よかったらチャンネル登録をしていただけると、私もやる気が上がりますので、ぜひお願いいたします。はい。こちらの動画もいいと思った方は、ぜひ、高評価をいただけるとね、これもね、ちっちゃいことなんですけど、私のね、本当にやろうかなっていうね、気持ちがね、ちょっと上がりますんでね、本当に、ポチッと押していただくだけなんでね、本当にありがたいんでね、押していただければと思います。はい。というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。